ということで、トーク2連発です。これ、このお袖ですね、このチュニック、ちょっと逆光になってますが、五分のお袖が両方出来上がりました。これ、お袖は3度目の正直でした。でね、本当はね、片方編んで、やっぱりもう閉じてあるんですね。だから片方、やっぱりね、ちょっと模様のパンチカードの模様を変えたんですけど、ちょっとこれがかなりゴタゴタしてるんでね、ちょっとすっきりしたのがいいかなと思って変えてみたりしたんですけど、これをね、まあ母のから、母直伝の棒針ですけどね、3分の1 2323で2目取っては、1目飛ばして3目っていうふうに、こう3分の1を目を取っておいて、こう来るたびに2233っていうふうに1目ずつ飛ばしながら取っていくっていうのが、これ棒針だとね、逆光で映らないですね。棒針だと本当に綺麗なセットインスリーブになるんですね、ここの形がね。でもやっぱり編み機となると、綺麗なセットインスリーブのこう山ができないんですよ。やっぱり編み機は精密というかね。だから、やっぱこれね、ちゃんとセットインスリーブの苦手な製図をして、やっぱりちゃんと正式なね、袖口から編むっていう編み方で編み直そうって思ってたわけです。たまたまね、これを頼んでくださった方が、ちょっとその方、先日これをね編んでる途中で、編み直しの途中でお話ししましたけど、洋裁の専門学校出られてるんで、もう本当に縫い物はプロでね。だから私が私、話は飛ばしましょう。とにかく利休バッグっていうのをね、この帯で編みたい、縫いたいんだけど、難しいんでしょうねみたいなことで、何日か前に見えた時にね、お話ししてたら、いいね、私も作ってみたいっておっしゃったから、じゃあ見本に作ってみてくれませんって、で縫い方教えてくださいよって言ったらね、ああいいよって言って、で私帯を十分ね、もう何個も作れる長さあるんで、どのぐらいですかね、このぐらいこのぐらいとかって言って、ハサミで切ってお渡ししたんですね。そしたら今日のこと、これ昨日片袖を昨日の夜編んだんですけれども、今日のことね、ちょっとなんかお孫さんがね、もう全国的にこの金曜日で週明けからもう春休みということで、娘さんがお勤めなさってるので、平日はお孫さんのお守りをしないといけなくなったということでね、それでちょっとこの週末の間じゃないと出かけられないので、ちょっと帯がね、マチの部分、利休バッグになるマチの部分がちょっと裁断、もう早速裁断しようとなさったみたいなんですよ。だからちょっとね、マチの部分が足らないから、今日だったら出かけられるから、もらいに行っていいって言ってくださって、でぜひぜひって言って、だから今日見えたわけです。またでね、これ見せてね、やっぱりね、これセットインスリーブにならないんですよ、母のやり方だと、で編み機でやるとって言って見せてね、だからほどいてね、今こうやって製図書いたんだけどって言って、こういう書き方で書いたんだけどって製図のことをちょっと聞いたりなんかして、で洋裁とね、編み物の製図って一緒ですかとか言ったら、ああ一緒よ、基本的には一緒よとか言ってね、でもね、いや、これでいいよって、これ
これ素敵じゃないってほどかなくていいよって言ってくださって、だからもう片袖もね同じように編んでくれたらいいよって、そんなこんなねこんな風にセットインスリーブにきっちりなってなくていいよもう十分よって言ってくださったんで、同じようにこっち編んだわけですねだからこれで編み機の作業が終了しまして、こうずっと脇から袖を手で閉じて、でこの首ぐりと同じね、首ぐりと同じ、かぎ針で縁飾りをこの袖口に縫えば、編めばこれ完成します。ということで今回これね、私編み機棒針は何枚も経験があるんですけど、編み機で編んで、それで編み賃というかお金をいただくっていうのはもうその方絶対聞かないんでね、いやもう母がね長年もお世話になってきたし、今もよくしてくださるんでね、来るたびにおいしいもの持ってきてくださったりねだからもういらないって言っても、楽しく編んだからいらないって言っても聞いてくれないんですよ絶対。だからこれもねちゃんと払うからねって言ってくれたんで、そうなるとやっぱりねお金をいただいて、いただくものだからと思って、やっぱりいつもの私のアバウトな適当なちょっと目が滑って、まあいいや手で直しちゃえばみたいな感じでねやるのと違って、本当に慎重に慎重にやったわけですね。でもそれがこの一枚を編むことで、まあね直さなかった箇所がないっていうぐらい脇も編み足しましたし、首ぐりも袖も袖3回目ですし、編み直しましたけど、でもね本当にねその方にレッスン代お支払いしたいぐらい、この1枚のチュニックのおかげでいろんなことが勉強になったんですね。それで編み機、機械編みの上達っていうことをこうしみじみ思ったんですけど、もちろんタッピをうまく使いこなすであるとか、そのこう写しとか、まあ、いろんなそういうふうなツール類を上手に使いこなすっていうのもまた一つでしょうけれども、今回これでつくづく思ったのはね、今やってる、機械編みの作業でどこに目を配るべきか、何を注意するべきかっていうことに慣れるというか、なんだなって思ったんですね。それでこの裾を編みながら、お袖を編みながらの動画も撮ったんですけれども、まあ、自分の備忘録としてもね残しておきたいと思って撮ったんですけれども、もうとにかく例えばこのブラザーのパンチカード機のレースキャリッジであれば、まあ、SK588 とかああいう8つボタンなんかでもそうですね、 とにかくブラザーのレースキャリッジであれば、こう出した左から右に動かした時に針が出ますね。でその針出た針がレースキャリッジの進行方向に、出た針にかかってる目が進行方向に隣に移る、この
こうレースキャリッジをただザーッと動かすんではなくて、その隣に映ってること、次の次左から右で移すための針が出ますけれども、その針じゃなくてもうすでに出てる針で目を移すその針の部分、そこをレースキャリッジが通過するときにこう見張っとく、見張るっていうか見そこをしっかり見るっていうかね、さーっと見ながらもパッパッパッと見れるもんなんですよね。でそこで目が落ちたことをキャッチできれば、ただ写しでこう撮ってかけてあげればいいだけなんで、でも本当にレースを、棒針と違って機械編みのレース模様を後から滑った目を綺麗に模様の通りに直そうと思うと、完全にレースキャリッジと軽キャリッジが編んでくれるようなわけにはいかない、綺麗に治らないんですよね。だからもう絶対目を落としたくないっていう、それでそのコツをそれが一つのポイント。それからあとは結び目、このレース模様っていうのは結び目は普通のメディアスとか他の模様以上に影響が出てきますので、もう、軽キャリッジレースキャリッジの作業、目を移す作業が終わったら今度軽キャリッジを一往復させますよね。で右から左の時、左から右の時、必ずここにあったかな、こんだけしか残んなかったんですよすごいと思いません、これこんだけしか残る、このね糸が出てる、あれこう糸が出てますよね、この糸、毛糸玉から出てる糸からずっと来てる、このずっとテンションを通って糸口まで来てますね。軽キャリッジ動かす前にパッと見るんですね。パッと幅が広いものだとかなり糸を食いますから、パッと見ます。ここから糸口までの糸をパッと、もうファッと見て、で1段でまたファッと見て1段、そしたら必ず結び目をキャッチできるんですよね。そしたら結び目があったらもう避ける避ける、こうやって避け方動画でやりましたけど、こういう結び目ですね、避ける避けて次の軽キャリッジの1段こう避けておいて静かに1段入れてあげる。でその入れる時もまた次の糸もパッと見る、目をやる、配るっていうね。で今回こうやって糸がね心配だったんで、特に糸の無駄を出したくないと思ってね、思いついたっていうかんですけど、例えばこういうふうに結び目を避けてこういうふうに、編み地からこうぶら下がったとしますよね、端で。そしたらねこの結び目ギリギリ、結び目のもちろん結び目ものけてしまわないと後で糸の処理ができないですけど、結び目ギリギリのところで切ったらこんなに長い糸が閉じるために確保できるんですよね。だいたいこれ閉じるための脇の部分になりますから、それも糸が足らない時に備えて思いついたりとかで、あとは櫛輪にかかってないかどうか、もう結構自分のものだとか家族のものだったらね、たったかたったか編んじゃって、だいぶ何段か編んでから「うわー櫛輪かかってた」とかって「うわー目がつっちゃった」とか「目が落ちちゃった」って「でまあいいや、あとで手で直そう」とかってやっちゃうんですけど、もう本当に軽キャリッジを往復させたらスル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 っと針を出してスルスルっと戻して。
くし歯にかかってないことを確認してからレースキャリッジっていう感じでね、そういうふうに網機機械編みの上達っていうのはポイントポイント、今やってる作業で気をつけるべきポイントポイントにきちんと注意を配れるというかね、そのことがものすごく大きい上達の要素だなっていうことをね、今回本当にこれを1枚完成させることで勉強になりました。で、私なんかはねもう本当に編み木教室に行ったこともないし、母から教わったのは棒針だけですし、もうただただ YouTube のほとんどが海外の YouTube 動画での操作を見て本当に我流でやってきたんですけれども、だから製図にしても何にしても本当にもうある意味こう正式なねやり方をちゃんと踏んでない私はこうしてますっていう感じのやり方でしてるんですけれども、でもまあね編み木の動画も住み分けがあっていいのかなって自分勝手に思ってるんです。だからきちんとね正式なものを、正式な機械編みの基本の基本を押さえた正式なものをやり方を身につけたい方はもういくらでも上級者の方たちがねの動画があるんで、ほとんどが海外の方になるにしても、最近あれですよね、ニットラボさんが、もう日本でのね編み機機械編みの復活のための本当に草分け的なマシンニットラボっていうブログを持っておられて動画も出されてこられたニットラボさんが最近紳士のベストを編むっていうんでね順を追って出してくださってましたけど、ああいうの見ると本当にねもうきちんと正式な基本を押さえたやり方をでなさってるんで、わすごいなと思ったりもっと勉強したいなと思ったりしてますが、だからそうやってそういう本当にプロフェッショナルなね機械編みの方法を、教えてくださる動画もあれば、私みたいに我流でただ楽しんでやってきただけの皆さんと一緒に、見てくださる皆さんと一緒に、機械編みを上達、機械編みの上達を目指しながら、とにかく何よりもいろんな編み木ちゃんたちと仲良く楽しく、やっていきたいっていう動画を出す人間もいればっていう感じでねまあ住み分けがあってもいいのかなって思います。私はなんかねちょっと、脇とか肩下がりとか首ぐりとかそういう製図の基本を教えてくださいっていう風なコメントをいただいてね、で、母から教わった私のやり方はこうですって、で母も私も製図の勉強はしてませんということで動画出しましたけど、もう想定内だったんですけど、この「not like」が2つだか3つだか2つかな3つかついてましたね。で
まあ、わからないですけどね、わかりづらいっていうノットライクかもしれませんけど、もしかしたら、そういうやり方は、普通、正式じゃないよっていうノットライクも入ってるかもしれないと思ってね。だからその辺はもうよくよくご承知おきの上で見ていただけたらと思うんですけれども、でもしねこのノットライクのをつけてくださった方の中でそここういうとこは違うよっていうノットライクの方がおられたら、ぜひコメントの方でねアドバイスしていただけたらありがたいなって思います。まあそういうわけで今日はね、例えばこのブラザーの、レースキャリッジでのレース模様を編むとしたらっていうことに限っての、ポイントを例にとりましたけど、本当に編み機の上達っていうのは注意すべきことにきちんと注意を配ることができるっていうことがとても大きく絡んでくるし、それもまたやっぱりいろんなたくさんの失敗を重ねて思い知って、それで気づいてくることでもあるしっていうことでね。でこれは機械編みに限ったことではきっとないと思うんですね。どんなものづくりの分野でもやっぱり目を配るべきポイントっていうのがあって、それを熟知してる人っていうのがやっぱりいいものをいいものを作っていける人なんじゃないのかなと思って、私も本当にこれでねやっぱりきちんと仕上げなくっちゃっていう緊張感のおかげで本当に勉強になりました。だからこれからねもっともっとやっぱり編み機、それぞれの編み機ちゃんが持ってるいろんなねパワーというか機能、それを存分に引き出していくためには、そういった気配りが本当にはこう指示確認じゃないですけど指差し確認じゃないですけど、そのぐらい意図とか次の段で減らし目とかねそんな感じでやってましたけど、そういうところがとても大事な、ポイントだなって勉強になりました。はい、以上です。ミニさん最後まで背景を務めてくれました。ちなみにこれちょっとある方がこんなのあるよって、これではなかったんですけど本当にそのままの桜をねこうで作られた文鎮の写真を送ってくださった方がいて、私それと同じの探したけどなかったんですが、これは私知らなかったんですけど、こう特殊なオイルに本当にそのままの桜をの花をつけてあるんですけど、これ見えない、ハーバリウムっていうんですね。ハーバリウム、あ、私今日やだ似合わないパソコンのメガネしてる、ハーバリウムっていうんですね。ちょっとドライフラワーなんかをつけることもあるんだ。特殊なオイルで浸した長期間鑑賞していただける新感覚のフラワーインテリアです。だってハーバリウムだから開けないでこのままにしてお花を楽しむそうです。綺麗ですね、これ桜。ちょっと待って、やだこれ本物の桜じゃない、今気づいた。
これなんか布地で、布地で作ってある桜だ。あ、でもということは、あの生の桜だったらね、あの長くは持たないでしょうけど、これだとこのまま持つということですね。でも本物の桜じゃないということですね。まあでもいいです。もうすぐ春ですね。楽しみです。はい、ありがとうございましたって。メガネしないと私ますますボケた顔になる。はい、以上です。ニーニーありがとう。寝ちゃってます。おやすみなさい。